どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク、先日のメンテナンスより実装されました千代さんの研究所の方を今回は見ていきたいと思います。まあ、簡単に説明すると、この研究所っていうシステムは、自分の余っている武器強化素材をこの研究所に投げてあげて、帰ってくるのがもしかしたらレアリティの高いね、なかなか手に入らない、グールと人間共通の武器強化素材だったりするかもしれないですよっていう、まあガチャガチャみたいな要素ですね。はい、ということでちょっとですね、必要な素材の数なんですけど、まあこんな感じで、レアが360個って多いんですけど、まあレアって結構昔からやってる人だったら持ってて、ボックスの中でパッと見999個って書いてるんですけど、実はその数値より多くてですね、まあ1000個とか2000個とかあったりするんですね。まあ試しに見てみると、僕はどんな感じか、もう そんな持ってない方なんですけど、ちょっとこの792ってこの前ちょっと1回回してみたんですよね。2回。まあこんな感じで999分の360って360個レアだと必要なんですけど、実はこの990個は蓋を開けてみると、3961とか、こんな感じでね、もう何倍も持ってたりするんで、まあ、ここら辺のを投げてあげるといいですね。ただ SSR を投げてあげるとこう18個とかで済むんですけど、なかなかね手に入らないので、ここら辺の渡すことはないと思いますね。イベントですね、非占領期間とかでイベントをガチで回ってる人とかはここら辺の素材が余ってると思うんで、まあここら辺を渡してあげるとかなりお得にできるんじゃないかなと思います。360って言ってもね、まあすぐなくなると思うんで、試しにじゃあ今回ちょっと何回かやってみようか。あ、そうそう、ちょっと見ておきたいのがこの提供割合なんだけど、まあすごい数あるからさ、 SR とかレアとか合わせると、でもみんなが欲しいのはやっぱりこの人間とグール共通のチケットだよね。うん、チケットか、まあここら辺のあれだよね、素材 0.5% しかないけど、まあこの辺が欲しいということですね。この武器、当たり、この一番の当たりはこのグール人間共通の何でも選べるね、あの武器強化素材交換チケットが 0.2% で6000枚手に入るのよ。6000枚だよ。6000枚ってすごい数値で、まあでも今ショップで月に1回交換できる武器強化素材の個数って30個なんですよ。で1個250チケット必要なんで、まあ30個全部買うには7500チケット必要なんですけど、まあ6000枚ってすごい数値だよね。最強降臨とか回ってても6000枚貯めるの結構時間かかりますからね。まあ前のアンティーク攻防戦とかだったら、まあまあ、速攻で集まるんだけど、倍率の戦術使ってれば、まあいいや、そういうことはいいんで、もう言ってるキリがないんで、とりあえずね、どこだ、余ってるやつ入れていきますか。まあレアを入れようが SR を入れようが、ここら辺のね SSR を入れようが、必要個数がこいつはレアならレアリティが低い代わりにたくさんいりますよってだけで、まあ本当に余ってるやつを、置いてあげればいいですね。今回ちょっとレアだけでいきますか。もちろん狙うはまあ6000枚なんですけどね、闇が多いの。闇と光が多いんだよな。闇と光回るから、なんか中二病だから闇と光ばっか回っちゃうんだよな。じゃあちょっと投げてみましょう。6000枚返ってきたらもうあれだよ。まあこんな感じでね、まあいいでしょう。レアが SR のこのかける75個ってね、なかなかいいよこれは。SR でもあれだからね、なかなか持ってない時あるからね、キャラとか派遣キャラとか強化しまくってたらすぐなくなりますからね。まあ何回かちょっとね、もっと素材持ってるもんだと俺は思ってた。周回サボりすぎだな。入れて6000枚来ねえかな。6000枚、こんな感じでね、グール人間共通の輪郭ですね、これ炎タイプの。15個美味しいですね。まあ、初心者救済っていうほど救済でもないのかなと思ってみたり、持ってないね、そんな個数持ってないよって思うんで、1ヶ月、まだ始めて1ヶ月75個ねですよっていう人は、そんなに溜め込んではオーバーフロー、そのこの999個オーバーフローするまでね、溜まってないんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょうか。みんなどれぐらい持ってるのかな。っていうか、この1頭の6000枚が出たよっていう人いたら、ちょっとコメントを置いてってほしいんだけど、
なかなかね、そんな美味しいことないぞと。まあでも今までね、占領戦とか本当にもう集会のイベントだから、まあそれをちょっとでもね、こう救済してくれるシステムが実装されたっていうのは本当にいいことだと、あ、まあ思いますね。出ねえかな6000枚。あ、なるほど、まあこういうこともあるぞと。でもこれグル人間共通なんで、って言ってもいっぱい持ってるけどな、うん、まあこれだけ素材をかけてもレアが出ることもありますよとね、いうことで、出ねえかな6000枚。 0.2% だからな、うん、なかなか渋いのか。まあこれでもっと周回する意味がね、あるんじゃないかなと。本当オーバーフローした分全然使わないもんな。出ない出ないな、これはちょっとラスト1回ぐらいにしとくか。これ出ないわこれは多分俺は引き当てることができない、あの昨日のあの入るバックシでかなりメンタル来てるんで、やめとこ。はい、ということでですね、今回ちょっと事業研究所、あ、かなりいいシステムが実装されたんですね、まあ、一応動画にしたんですけども、皆さんもですね、これなかなかグール人間共通の、武器強化素材たまらないよっていう方は、あの活用してください。周回ガンガンしてね、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。